こんにちは、えー、当時のですね共通テスト同日模試の歴史総合日本史探究をゲットしました。うん、これ、パーっと見たんですけどね、あのあ一言で言えばね、すっげーいい問題ですよ。あのね、これがね、そのまま共通テストに出てもおかしくないです。おかしくない。あえー、それぐらいの問題。うんえー、ただ、まあデメリットいえばね、これを公、ね、認が受けても意味がないんですよね。うん、だってまだ全然ね、どれくらい、室町ぐらいまでですか、やってるの。 戦国時代入ったかどうか。だけど、江戸時代とか、ね、こう明治以降、近代、えー、戦後とか出ても、全く分かりませんよ、はっきり言って。やってないんだからね。うん。まあ、歴史総合はねあ、えー、1年で多分やってると思うから。できるっつっても、ブランクありますからね、やっぱりね。<laughs> だけど、購が受けてもどうなんかなと。ああ。これ、あの、老人生受けたら、すごいと思いますよ。すごいと思う。うん。だけど、まあ、購入はね、まあ、もちろんできるとこもある。できるとこもある。 そこをね、歴史と語、えー、戦士、古代、中世、うん、そこを見てもらったらなと思います。で、老人生の人は、これ、もう,もうね、えー、共通テストですから、はっきり言って、す、え、べ、ーうんえー、て解けないといけないレベルですね、はっきり言って。うん、ということで,ねです、ね、まあ、まあまあ、とりあえず、1から最後まで、三十までか、えー、解説をしていきたいと思います。で、使うテキストは、このシンクロ本、えー、これを使います、シンクロ本 トラ、トラ、あまあ、これを参照しながらやっていこうと思います。うん、早速え、行きたいとこなんですけどね、これ、一回解説したんですよ。<laughs> ね、ところがね、ちょっと携帯をね、先日変えて、うん、こうまく取れなかったんですよ。悔しい。と、はい、えー、つうことで、ちょっともう、しゃあない。これはもう、ね、書いちゃってるから、うんえー、生徒用にね、このコビしたやつでいこうと思います。はい はいえー、ということでですね、コピーのやつです。まあちょっとあの、なんていうかね、リアリティ少しかけますけど、まあまあまぁ、あ、ものは一緒ですから、ものは一緒ですから、えー、これ使って解説していきたいと思います。では、早速、第1ね。第1が歴史総合ですから、歴史総合。ね、えー、まあね、えー、近代の日本史、世界史っていうことよね、まあ日本史中心ですけども、はい、行きましょう。まず、問一。えー、アヘン戦争の影響で、うん、資料問題、資料問題。 でああこの中から、えー、っと、誤ってるもの選べか。誤、はい、ってるもの。ねうんうん、まず、アヘン戦争なよね。アヘン戦争。ということは、まず時期的にね、1840。これはもう中学でやりますよ。中学でやる。ね。ああね分かっとかないけまあまあ、たい書いてますけど、うんで。これに関して資料問題。これ資料なんよね。うんまあ、これはもう日本史の問題ですよ。いい。 で何なのか、これが一体。まあ、ヒントもあるけども、ね、うん、打ち払い申すべ打ち払い来とる、打ち払い、ここ、2年なく、二年なく、二年っうのはうち、打ち払おうかな、打ち払うめえかな、う、これ、躊躇ってことです躊躇せず打ち払い。ね、あでこれ、文政8年、これ、これ必ず中ですよ。これ、文政8年、これですね。1825で打ち払いやけ、これが異国戦打ち払いで。 このシンクロフォンでは、どこにあるかというと、この、外国のアクセスが始まるんですね。大体1700年入ってから。ああえー、この後半ね、1700年後半、1800年前後ですよああ。いろんなロシアとかイギリスとかアメリカがアクセスしてくる。うんえー、異国船打ち上げ、ここですね。ここ2号を押さえたい、2号。切りがいいからね、割とね。ああいいで、これだったけど、もとうんたらかんたら何なのかと。 これまたキーワード、浸水ですよ。浸水。あ,あ、ここもある浸、ね、浸水。浸水というのはこう滝、燃料です。で水というのは水、食料あ。そういうやつよ。まあ、ここ書いてあだけね。食物や浸水を。うん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 はい。何どこなのかという、要するにここなんですよだけ。 最初出た浸水給与、浸水来た瞬間もこれ、浸水給与を出てこないとかなきゃだめですよ。文化の浸水給与、まあまあね、えー、穏便な退去、おとなしく帰ってもらいたいと、こ、ね、と、うん、なかれ主義ですから、うん、ところがまあ、ね、調子に乗って外国がむちゃくちゃし始めて、で強硬策に出る、最初はこの穏便なね、えー、ね浸水給与やったけど、強硬策でも打ち払うと、ファイヤーすると。うんね ところが、アヘン戦争で、ああえー、これまた180度変わるわけですね。手のひらを返すんですよ。やべえと。イギリス負けてもた。あの、しね、シンがイギリスに負けたと。こう転換された。ね、このイギリス、喧嘩を言うったらやばいですよ、こんなのはっきり言って。そうでしょ。だから、はい、ここでまた、浸水給与に戻すと。はい、浸水給与から、異国船を支払いできて、アヘン戦争でまた浸水給与に戻した。ちゅう、この大きな流れ、大きな流れ、ここです。えー、46ページね、46ページ。 だけまあまあな何すか資料一は天保年間出された。資料一これやろうん。やけ、打ち洗いしとったけどもと、けどもと、うんうんうん。ね。で、こう来て、文化三年の異国船、都来の説、取り計らうなられ文化2年、これでしょこれでしょこれが最初の浸水給付、これ。これに戻すちどうとする、戻すというと。 だからこれは、つまり、店舗の浸水器用、その通り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 ね2番、アヘン戦争で真の劣勢が政策転換の理由とされている。これ読んでください。読んでください。真古転板された。ああこれ、載ってないんですよ、載ってない。これ載ってないんですね。一応、保留、保留。はい、行こう。3番、文政8年、異国船打ち払い、文政8年どここれやろう、文政8年。これ、もうこれやっけ。異国船打ち払いでや。 ね OK ね。バッゃやね。文化3年同時に外国船に、えー、だから、うんね、浸水などを与える。まあ見たら書いと。これいちいち調べよったらやっぱ時間ないですよ。60分。やっぱ知識として知っときたい。ね、これを与えろと。与えろと。でも上陸はさせないって書いとね。まあ、ここは問題じゃないけど、問題にはないけども、上陸はさせん。食い物だけ与えて、ね、さっさと書いてもらう。事、う、故、ん、ですよ。答えは2番。書いてないんですよ。 だからこれね、しょっぱなからすごいめんどくさいですよ。めんどくせえ。あこれ時間かかるよ、これ、ほんと。ああ、ちゅうことです。だから、まずこのアヘン戦争ね、えー、この異国戦打ち配列の前後関係をね、もう一回言いますよ、浸水急ねで、アヘン戦、えー、異国戦、ファイヤー。で、アヘン戦争でやべえっなって、また戻すと。長期のな流れ。ここを理解しましょう。いいですか。はい。次。えー、 アヘン戦争やねアヘン戦争で,、ね、戦争であでは香港割動香港分どられてもだと芯がね、うん、これはい知識はい、えー、チェックいこう,こう南京条約チェックチェック,チェック出たバリバリこれだ <laughs>、ねまあ、チェックするときねあ置いてきたまずねあの、うん、ここをね蛍光弁使った方がいいですね蛍光弁 ちょっと後でまた説明しますけど、えー、ちょっと置いてきちゃったよ、ね。いや、この軟禁条約、これ赤抜きじゃないけど出た、例え蛍光ペン何でもいい、赤でも緑でも青でもいい、僕は青を勧すすめますけど、最初出てきたやつ、これ、蛍光ペンがいいね。2回目から小の字っていう感じ、小の字って言う感じ、うんえー、チェックです、いいですか。で、これ大事なのは当て馬、当て馬、ね。軟禁条約なんやけど、じゃあ、天津条約とは何ぞやと。ね、こんなんやけ高2とか分かりません、はっきり言って。中学でもやりませんからね。 紹介だけ、紹介だけ。ね、天津甘栗条約が69ページ、十九ページ。ねまあ、朝鮮問題から最終的に日清戦争を突入していくんですけども、ね、えー、っと、ここです。んまあ、まだバトルまでいかん。できるだけ話し合いで解決しようと。伊藤博文とこの李鴻章が天津甘栗条約と。ここです。69ページ。OK はい、で、えー、なんだうんと。 xyz1890 年の状況を調べるためどれかとああねはい x いこうで x 見た瞬間、ね、これも公認にはちょっとなかなか無理ゲーな、ねえー、選択肢やけど北伐なんですよ北伐北伐という歴史用語を見てパッとあっ小解析と今は無理ですけど来年できるようになりますから 一応紹介だけ、黒本75ページね、紹介石が中国、むちゃくちゃになるんですよ。これ統一するために、ね、北に攻め上がる。北伐、こうです。ここの要七、ね、75ページ。だから、もうこれは、ね、えー、ね、明治の後の大正の後の、もう昭和ですから。あ、伐、全然。時期違う。時期違う。Y、重慶につながるビルマルドとやけこの重慶なんですよ。重慶が出てくるのは。 ね、どこかと、もっとあとなんですよ、これも紹介石なんですけど、ね、日中戦争なんですよ、84ページ、日中戦争、露光橋から日中戦争、紹介石、重慶に逃げると、ここ,こで徹底抗戦、ああ重慶、ね、これ地図、まあ、貼っちゃいましたけど、勝手に、うんあのね、いろいろ貼ってください、自分で、いいですか、えー、重慶、ここです、うん、ここ。 日中戦争で介石が、ね、立てこもった場所。いいね、ちゅうことは、やけえバリバリこれ、<laughs> この、北伐の後ですからね,ね、もっと後やから、これも消えますよ。はい、答え、Z ですね。これはもう、XY をサクッと消して、Z を選ぶ、ね。あと Z、えー。あと Z やから、答えは3番。ここですね、あと Z。甲州は以回でまあ、中国のね、うん 中国分割が済むんですね。中国全然、ね、ね、だ、ね、めだと、ね。こいつら、ね、雑魚やってことは気づいたんですね、欧米列強が。えー、奪い合いが始まる中国の美味しいところの、あ甲州はフランスですね。いかえここです。まあまあ、この問題はこれぐらいにしておきましょう。これは、XY を消す、消しましょう。はい、次、えー、っと、3番、ベトナム、インドシナ。 いやこれも難しいですね、これは難しい。あはい、一応、解説します。あえー、40年代、あね、もうこれでアメリカ、ぶち切れて日米戦ですからね、うん、南部仏印、北部仏印、南部仏印から北部仏印、うん、アメリカ、ぶち切れて対日、ね、石油、金融、もう石油、ね、日本にやらないって言って、日本がこれでまたぶち切れて、日米戦、ねえー、突入していくと。 これがね、黒本で言ったら、日中戦争のあと、約86ページなんですね。ああまあ、つまり、石油を求めて、北へ行くか南へ行くかなんですけど、えー、南へ行ったんですね。ああちょうことは、やけほら、ね、中国からさらに南下していくわけやろ。中国から南下して、でまあ、これ切れておるけど、ね、普通に柱うのはフランス領、インドシナですから、ベトナム、カンボジア、この辺ですから。ね、上から来るわけです、上から。となったら、まず、 ね、南仏陰から北部仏陰っちゅうことは南から、ねえー、北南から北こ,こうなるこうなるじゃないですかいやいや上から来とんでしょ上から来とちゅうことはまず北があって次南でしょはいこれこれ逆なんですよ、ね、まず北部仏陰占領えっ、ー、とさっきねっ 国物に、からのさらに南部物に、アメリカ、ぶち切れて対日制裁で、日本もぶち切れて対米戦という流れ、いいですか、逆です。はい、えー、い、いこう。戦後ですよ、サンフランシスコ、平和条約これは中学で習う、中学で、いいですか。極力、世界史のやつは、ねえー、歴史総互は日本史で片付ける、日本史の知識で。ね、ああで世界史のやつ出てきたら、ね、まあまあまあ、 ああなんとか中学の記憶を、ね、ほじくり返す <laughs>、えー、絞り出してください。<laughs> で最後、まあな、それでなんとか、ねえー、頑張って解く。あまり特別に世界史、歴史総合やるというのはあんまり進めませんね。<laughs> えー、ということで、いいサンフランシスコ平和条約、これは中学に並ぶから知っとる、えー、第二次世界大戦の講和条約ですよ。うん、でここで、この南ベトナムですよ。これがまたねー。 えー、黒本で言うと、90ページ、はい、サンフランシスコ平和条約ですよ。うんね、で、まあねえー、多くの交戦国、賠償金放棄した、ね、あこれ、あんまりやりすぎたら、ね、第二次世界大戦だけど、ドイツはこれでぶち切れたわけですから、ね、第三次世界大戦につながってまうと、えー、賠償放棄。ただし、一応賠償を、ね、求めた国もあったということですよ、アジアです、フィリピン、インドネシア、ビルマン。うんね 南ベトナムは僕は省略したんですよ。その南ベトナムが出た。くそ、えー。付け加えました、ここに。南ベトナムはやけアメリカ。北ベトナムはこれソ連ですからね。うん、ソ連、これ、不調印ですからね、サンフランシスコ平和は。やけ、えー、まだ、まあ、交戦中ですよ、国際法的には。で、南ベトナムは、まあ、ここで交板したから、えー、賠償払った、日本はね。うん、中国と、いや、細かいですよ、これ。細かい。はい、やけね、まあ、よくわからんいい、テクニック、わからん時はは丸です。 ようわからんときは、いい×じゃなかったら丸と、うん。これがテクニックね。えー、それは違う場合もありますけど、もうこれ、えーね、もうシステマチックに言ってください。いいですかあやっけこっちは×で、こっちは丸やろ。や×、丸やけん答え3番。OK。ちゅうこと。はい。次4番、えー。日本が列強の植民地にならなかったのは確かにその通り、えー。その要因としてと。XY の。 根拠を ABCD からそれぞれ選べという問題ね。あれけ、まあ、こう、必ずこう入れる。これを。この一点を書く、ねえー。たったね、1、2秒でできますから。X はこっちね。どっちかが正しくて、どっちかが間違ってるわけやから。いきましょう。アジア諸民族の先生、まあ、じゃあ,あ、抵抗が要因やったと。A、3一独立、五四運動。B、覇天国、シパーヒー。僕らの頃はこう、セポイのなんて言ったんですけどね。<laughs> ね、これは世界史分野よシパーヒーとか。ああ日本史では習わない。大英天国も多分並習わんですね、甲州前は、うん。これはもう置いといて、こっちで勝負するんですよ。こっちは、三一独立五衆運動は中学からこそ出てきますから。で、この、ね、日本史団級バリバリやりますから。いいですか。えっと、どこか。<laughs> 第一次世界大戦後。 えー、各地でこういう、ね、民族独立の、ねえー、ムーブメントが起こるんですね、えー、と違うこっちね内閣は原内閣、平民最小、これでベルサイユ条約結びます、これ、バ条約ですから、でね、中国はこの三東省、帰ってくると思ったんですよ、帰ってこなかった、ね、朝鮮は独立できると思った、現状維持、えーと、ここで五四運動、三一独立が起きた、と、ね、いうことはやけ、第一次世界大戦後でしょう。 いいですか、ね、第一次世界大戦ごとは日本は日清戦争、日露戦争を勝利して、ね、もう日本の、ねえー、世界有数の強国になってますからね、ねそこでまた植民地合うとか、もうそんな次元じゃないですよ、ここはもうすでにいい。だから、ね、こっちが違うんですよ、違う。ああこれ、20世紀ですからね。20世紀ですからああ、まあ 世紀は書いてないけど、まあ、ここ考えなきゃいけないわけよね、考えなきゃいけない。いいもう20世紀入っているからああこれは違う。だけど、なんか、うん、馴じみないけどね、日本史的には。ここ A を消して B にすると。時期が違う、もそんなレベルじゃない。はい、C で、欧米各国領域内にける、まあ、お互い、お互い足の引っ張り足をって、日本どころじゃないということ。C、フランス革命、ロシア革命。で、南北戦争、クリミア戦争。 まあどう考えるかね、クリミア戦争もそこまでやらないですよ。南北戦争はやる。南北戦争は、どこ出てくるかっていうと、ね、アメリカが日本を開国させたけども、ね、その後、アメリカが南北戦争を途中にするんですね、57ページ。うん、だから、ね、最大の貿易相手はアメリカじゃなくて、イギリス、イギリスなんですよ。アメリカもそれどころじゃなくなった。っていうこと、ここでちょっとやる。 クリミア戦争、これでロシアがウクライナをね、えーねまあ、巡って、まあ、ロシアとイギリスが戦って、ロシアが負けるんですけども、うんね、ここで、ね、西諦めて、まあ、っ東だって,って,やって、ね、この日本、北海道近辺に出てくるんですよ、ロシアがね。うん、で、これも、こ、まあ、このやっぱロシア革命かな、キーは、これは中学でも習う、バリバリね。 えー、さっきの74ページね、原隆の一個前、寺内内大学、寺内正時、ね、ここで、ね、17、抑えたいですね、第一次大戦が14ですからね、その最中にロシア革命が起きて、あねえー、中国と社会主義国家よ、ね、この皇帝一家をね。 皆殺しにしてですよ。とんでもないことやって。ああねえー、生まれた国。ね、だからやけ、まあ、これも20世紀でしょ。1917やから。ね。やけどもうでに、ね、日本は強国になってますから。これも違うと。これはね、AC を消した方がいい。も、や、簡単じゃないですよ、これも。簡単じゃない、はあ。答えは、ねけ、えっ、ー、と、B で、B で、4番。 今は簡単じゃない、今は。うん、でも、すごいいい問題と思う、これもやっぱ。いい問題ですよ。はい。次。五番。絵に入るごく、絵に入るごく。いいわ。こっちか。植民地といえば、日本はいい。まあ、これもこう、してるからね。こう、見やすいよね。本来なら、いちいちめくらなきゃいけないそこめくらなきゃいけないですよ。あ、どこだったっけ一めくらなきゃいけない。これ、めんどくさいっちゃうね、本当。 えー、で、意に入る僕は、えーあ、ここやね、いを機に始まった日清戦争の発端、きっかけは何ぞやと、疑話談、疑話談戦争じゃあんまり言わないですけどね、まあ、確かにやってることは戦争ですけどね、疑話談事件じゃねえかと思うけど、皇、ま、後、あはい、のお店とどっちかと、さっき見たよねあの天津条約。 天津山口条約のところ、69ページ、こうですよ、はい。日清戦争のきっかけ、これは、交互農民戦争。僕はまず東学とおえさせますけどね。うんねえー、これを鎮圧するうち名目で、日清両軍が朝鮮にやってきて、でこれで、ね、最終的にもここで戦争始まると。引くに引けなくなってね。交互農民戦争、これはバリバリ知識。皇后農民戦争。義和団戦争、義和団はこの後ですよ。70ページ。第二次山縣内閣。 ちょうど1900覚えやすい、義和談事件。これまた真が古転版にされる。中 <laughs> 国、ね、と疑話談。高校ではね、こ北進事変で覚えさせますけどねいい、はいえー。さあ、じゃあ、この XY、これを判別さない件いね。まあ、だだ選択肢先読んだ方がいいような気がしますね。台湾に居住する人々、死の統治に大きな不満を持っていなかった。満足しとったちてこと 台湾日本が確立された後、日本の、死の協力を求めたと考えられる。うん、下関条約やね、下関条約で台湾地、こう知識をどうなったんですか下関条約で台湾は。ね、これで69ページ、ね。下関条約で台湾を日本はゲットしたんですよ。ゲット。あ,あね、ゲットだぜですよ、本当。で、 それについてですか資料問題、まあ、これ初見よね、こんな資料ね。こ,こ見て、えー、新国政府の処置を恨むのとありと、台湾、官民中深く新国政府の恨むと。恨んどるですよ、恨んどる。ね、ということは、大きな不満を持っていなかった、いや、恨んどるやろうと。ランドルやろうと。ね、これが引っかけですよ、これもすごいいいもんだよね,ね。恨むがある件、あ、恨んどる。 ね、いや恨んどるやろ不満持っとるやろとよく読まないか台湾官民秦国の処置にを恨んどるわけですよ秦、ね、国の処置を恨んどる、ね、処置し何かっつうと、ね、日本に活動したんですよ台湾、ね、これを恨んどるなんで日本なんかに、ね、台湾譲ったんだっつって台湾人が起きて怒ったんですよとちゅうことは、ね、日本の統治に対する不安とかがあるわけよね、うん ちょっと今の統治には満足、まあ、つまり不満は持っていない、ね、日本に譲ることに不満を持っているわけだから、ね、今の統治に対してはそんなに大きな不満を持っていなかったその通りなんですようんいい問題いい問題ねで Y 台湾日本に活動するとこれに食いつくですね多分ねこの恨むでね本番ね こうまあ、後半見たら、台湾における地方の総生を認定するが台湾所得の権能に属し、今において両国政府の協議に付すべきにあらず、も日本がやると勝手に独自でやるから、日本領やから。うん、近いとね、協議に付すべきにあらずと。いうことは、求めていない。求めていない。あいや、これすごい問題ですよ。すごい問題。あ答えは、ね、い,いと、いでしょう。まず、あが消えるからね。で、い,いなんやけど、 ね、y が消えてこっちですよ。こっち、これすごい問題だと思いますよ、本当ああ。まさに思考力。次、まだ続くね、歴史を続きますよ、えーの。日露戦争の風刺がでけえ、めちゃでけえ、ロシア。巨人や。これが日本、うんまあ、こう地図があるんですね。ねこう観客がオーベレックがこれをね、高みの見物を感じですよ、本当。で、こうあるのね。 一応これ説明してくれたね。説明してくれたね。読まなきゃいけませんよいい。で、この中で、えっ、ー、と、適切なものを選べば。はい。一番、ロフツ同盟。知らない、こんなのは。日本史ではね。ああロシアの勝利期待したフランスは、王食人種に対する白色人種の優越主義が浸透。まあまあ、大体白人は王食人種なんて黄色い猿と思ってますからね、はっきり言って。ああうパッと見たんですよ。ロシアにはヨーロッパのチャンピオンっ書かれたんですか読めんけど。 日本のパンツには、これ、ボクシングだけね、アジアのチャンピオンと記されていると。うん。アジアのチャンピオンと認めてくれたとね、これ見てね、まあもうそこまで差別的じゃねえなと思ったんですけど、まあ、これは保留。2番、三国干渉によって、第一三国干渉、ね。日本に両党半島を市に返還させた。これはもう中国でありますよ。日清戦争で、ね、日本が勝って下関条約でゲットした。ね、69ページ。 両党半島。しかし、ね、信がかわいそうだっつって、返してやれっつって、三国干渉が起きたんですよ。ああでロシアだけじゃない。これドイツ、フランスも行ってきましたからね。<laughs> ああそこで日本は、ぐっと我慢して、ね、返還、返還。ちゅうことよで。ここなんですね。両順代理の租借権。ね。まあ、この後、書いてないんですけど。 ここも切れとんだけど、切ったけど、これ、両順大連。なぜ日露戦争起きたか、この返した、ね、清に返した両党半島の一番おいしいこの両遵大連を、この後速攻でロシアがね、えー、奪ったんですよ。清がかわいそうだから返したやれって返した、この両党半島の一番おいしいところをロシアが奪ったんですよ。ふざけんないでしょ、ふざけんないでしょ。ね、だから、ね、もうこの時点で両順大連は、 ね、日露戦争の時点で、もうロシア領ですよ、簡単に言うと。ね、この領順が一大激戦地でしょう、この日露戦争の、ね、この野木丸月の第3軍が、203高地を落とすんですよ、これ、多大な犠牲を払いながら。あ中国とはやけ、もうこの時点で、もうすでに創、ね、借権持ってますから、罰なんですね、罰。あ 三国干渉の後ねロシア、旅順大連、租借っつって、うん。ないやつはもう書くしかないですよ。うん、かなりこの少量、ね、増やしたけど、うん、ここを書いてない。そこ疲れた。ないやつは書きましょう。一応、3、4確認。3番、韓国併合を実現した。韓国併合はいつかっていうと、この韓国併合、71ページ、韓国併合の流れまとめてる。ね、この10年韓国併合、これ、覚えやすい。 ちゅうことは、ね、実現してないですよ、まだ日露戦争の時はは。×。4番、ねえー、日本と防強協,協定を締結していたドイツはこんな細かい。日独防強協,協定いや。これ、日本史でやります。やりますけど、日独防強協,協定は細かいぞ、これ。84ページ、ね、こ広田光聞来たことないでしょ、福岡市の人なんですよ、週刊。 えー、外交官ですよここで日読暴協協定を結んでいる。うん。いや、全然この後です。ね。84ページ。はい。いやということは何なのいや、結局二234が消えるんですよ。うん、はい。小去一1番。時間かかるね、これも。これ難しいですよ。ほんと。ほんと難しいと思う。はい。まあ、しゃあない。今はね、今は難しい。7番いきましょう。地図。 1> 第1次世界大戦中ヨーロッパえ適切なもの、ね、まあまあ対立の構造やね第1次世界大戦の、はあ、まあちょっと色がちょっとコピーだけ見にくいけどこの黒塗りのやつやねこれね、はあ、白は数軸国黒は連合国数軸とう連合この歴史をどこで出てくるのかこれ これが出てくるのは84ページこれがねつまり第二次世界大戦の言葉なんですよ数軸連合っていうの、ね、だからこれ第一次世界大戦でしょ×もうですその時点でその時点でツ××なんですよあ分からん時は保留ですね 3番、第1次対戦中の講和会議は、第1次大戦の講和会議はベルサイユじゃこれは中略やりますよ。さっき見たよね、ベルサイユ。74ページ、ベルサイユ、パリ講和のベルサイユですよ、74ページ。ちょこっとはっけ、ベルサイユでしょ、ベルサイユでしょ。パッと見て、1、これドイツじゃないですか。2はフランスや。ああ まあしまたね。ドイツは消えるよね。これ、多分ねポツダムですよ。ポツダム宣言の。と、う、な、んね、ったら、まあここ2じゃないかなと、うんね。これでもしベルサイユの場所が違ったら、まあ、これはしゃあないですよ。激ムズですよ。うんね、ということで、えー、答えは2です。4番。ベルサイユの場所。ベルサイユの場所、えー、そういうこと。いい ああまあ、ちなみにこのだけ第一次世界大戦のチーム名、なんつうかっついうと、これも歴史総合よね、73ページ、僕、加えました。これ、信玄文字出てますね、これが。ああ基本的に第一次大戦はイギリスとドイツのバトルなんです。老舗イギリスと新興国ドイツのバトル。で、イギリスはこの三 c ーズで、カイロ、ケープタウン、カルガタ。ドイツはこの三 b ーツで、ベルリン、ビザンチームをね。 これがオスマン帝国です。トルコです。バグダト。3ート 3B。で、このドイツは三国同盟グループ。三国同盟。ドイツ、オーストリア。オーストリアよ。イタリア。で、イギリス、フランス、ロシアはこは三国協商チーム名は三国同盟と三国協商ということなんですよ。これが第一次世界大戦。はい、これは第二次世界大戦。いいですか通報と。はい。次。 歴史総合ラストですね。長いな、本当。説明すごい時間がかかる。えー、8番、3、4資料、まあ、資料問題。うん。A、B、C、D か。はい、行こう。3によれば、ニーチ・ゼネスの中止命令。これ、歴史総合、ニーチ・ゼネスと。これはやけね、中、公認させるな、ちょっと。くよ、本当。1一応、紹介だけ。黒本のね、89ページ書いとニーチ・ゼネスと。あ,あ。 共産革命みたいな感じを日本における。ああえー、中心になった。よかった、よかった、本当と。よかった。ね、はい。ちゅうこと。で、四によれば、筆者は、サンフランシスコ平和条約、さっきやったね、触れたね、日米安全保障条約ね、アメリカがね、日本に基地を置き続けるという。うん、で、これまあ四見たら、来社は、でもう亡くなりましたけどね、何ち書いとか、駐日大使しいとね、これ、ね、見たらね、ね、あ、はあ。 これ見て60年代入って中日大使でしょ、来社は。で、見て、B。サンフランシスコ平和これやけよ、ね、60年代。いやいや、これは、まあ、いくいくはねち、ちゃんと51年分かりた、押さえておきたいんだけど、これね、やけね、朝鮮戦争が50なんですよ、これ。うん、これ、キリでしょ。で、これでアメリカの対日政策、180度変わる。もう独立させようと。ね。 日本をずっと占領しておくより、こっちの方がいいと、アメリカにとって。ね、そこそこ自分のことは自分でさせた方がいいと。いうことで、翌年、ね、工場所よく。手流れ。いい。だけ六60年代、ちゃうちゃうちゃう、まだこの時、あ関わってない。ツ B がツ B がツ B を消しましょう。C で、はい、共通していたのか、異なっていたのかっうことはね、もう真逆ですね。真逆やね。だけな。 僕。わ、野坂昭之。蛍 <laughs> の墓ですよ。蛍 <laughs> の墓。ね、あ,あ、バリバリ左翼で、アメリカに対する、交戦相手国に対する態度ですね。なんですかね、適正言語って適正語。勉強なんて、けしからん、ここやねん。日本側はアメリカ、敵の言葉なんて、お学ぶなんて、けしからんということやね。 はいね、じゃあアメリカはどうだったのか来社はこう日本語専攻なんですよ日本語の、ね、専門そこでやけあ何字書いてます学者の卵日本語を研究し日本研究者やった転送によってはいはい関心に目覚め皮肉、うん、アメリカの指導者は日本や日本語をもっと知る必要があるのを痛感しうにょにょ研究が初めてアメリカに起こった敵をもっと知ろうと ね、敵なんか知らなくていいという日本と敵をもっと知ろうとするアメリカ。ね、孫子言ってますよ。敵を知り。ね、己を知れば百歳して危うからずと、ね。敵に勝つには敵を知る必要があるんですよ、本当。ね、もう本当ばか、日本はあ、ねえー。この違いですよ、やっぱ、はいということで、共通じゃないですよ。全然違う。真逆や、本当。異なっていた。ね、ということは、えー、AD ですから。 えー、2番 A でね o、OK、k ビシを消すはいよっしゃあもう一個あったね9まであるんか9まで失礼もう一個あったうーん資料5資料6か並び替えですかこういうタイプの並び替え、まあ、結局並び替えねなん6択の並び替えなんだけどうん もう,もう見ていくしかないよね。中資料5は、キーワードどれ限定するキーワード。ニクソンしかないですよ。アメリカン大統領、ニクソン。6は、朝鮮問題からの特殊、特殊、きっとね、特殊、特殊。あ、特殊。ここやね、やっぱね、朝鮮で特殊っつったら。で、あ、これ、多国籍か。多国籍軍か。うー。ね。 まず多国籍軍分からん話にならですね。これ、どこのキーワードか。一番最後、これ。もう本当、戦後の最後ですよ。黒本の。92ページ。これが湾岸戦争なんですよ。僕、入れました。入れました、多国籍軍。ここの問題で。入れた。やっぱ、ここで聞かれてるからね。多国籍軍が、ね、この湾岸戦争って分からんと、これ限定できませんよああ。91かな、確か。90か91ですよ。ああね はあ、入れた次5番ニクソンニクソンニクソンはこれはチェック入れとくニクソンここです、まあ、ニクソンショックっていう歴史を動かるうかがる政治と経済政治では、ね、このソ連倒すためにアメリカがソ連のと敵対した中国と仲良くなるという、ね、敵,と敵の敵は味方みたいなあ,あ ね、ところがここで助けた中国がね、この後フランケンシュタインになりますからね,ね、なんかもう歴史中の複雑ですよ、本当、はい。経済的には、もうやばい、金なくなった、ベトナム戦争で。金とドルの交換、ストップ。うん、ここで日本の、ねえーね、切り上げ。うんねまあ、ここ切り下げに見えるけど、切り上げですよ。あえー、日本を え今までこう負けてやったけど、負けないと、ねえー、国力、日本もね、も、えーね、儲けてきたから、ね、負けないと、ね、切り上げを行う、政治経済、これがニクソンショック、70と抑えたらいい、70、えー、難しいですよ、難しい、で最後、6、朝鮮特需で、これが朝鮮戦争の特需景気、92ページ、これ、ここから奇跡の V 字復活、遂げるね、日本経済は、50ですね、特需景気は。 ちゅうことは並び替えこれで分かったね506が最初、ね、次が、えー、ニクソンニクソンだねあで、えー、最後多国籍軍かあっちゅうことはやけ65多国籍軍これだね3番、はい、いやーこれ特にすごい多国籍軍から湾岸戦争ニクソンで特殊劇これが分からんと解けませんからね うん、やっぱ知識ですよ。知識ないと話なら。ね、で、知識を、こう、やっぱね、えー、からの思考力やね。まあまあま、あいい問題ですよ、本んと、うんえー。ということで、大問1、これで終わり。じゃ次、大問2ですね。えー、では、大問2ですね、いきましょう、まあ。だいたいセンター、ね、第1問はこう通知できますからね。ここ、パッと見たら、まあ、縄文とかでね、戦士古代なんだけど。 中世来て江戸時代まで来るからね。まあこれが通史系なんだろうか。ね。まあ近代はもう歴倉庫で出てますからね。大本1でね。そんな感じですかね。はい、こう、台本に、はい、えー、うん、大湯環状列席。大湯遺跡ね。こ日本のストーンサークル。これ、次第の人は出ますよ。黒本にも一応書いてます。縄文のこの大湯遺跡、秋田です、えー。8ページ。一応紹介だけ。で、え何、ー、ですか、資料を着て、資料問題か。 で、はい、二箇所空欄補持ですね。ああ、い,い、かやぶん、ああ、白一の遺跡。ちょってこと,とはこの大湯遺跡やね。ああ、ね。えー、1は、あよく出るパターンね、このね、埴輪と土偶のパターンね、よく出る神経模ちでも。で、まあ、やけ、まあ、このね、まあ大湯が縄文だけど、まあ、こう見たらね、例えば、縄文の遺跡とか、書いてるからね、アニミズムから、ねの流れやけん、まあ、まあ縄文時代出てくるやろ。 と、ね、いうことは、ね、埴、え、輪、ー、と道具の違いは、もう時代です。縄文時代は道具、遮光器道具ね。これ古墳になったら埴輪になる。もう時代の違い、そんだけ。ねえーはい、注意ね、道具を副葬品、これダメですからね。埴、ま、輪、あ、も副葬品ダメですけども、えー。だからこれは縄文だから埴輪が消えて、消えまして、ね、で、いは何かというと、 福岡県あこれうまいねね沖ノ島と鹿の島でこれ当て馬これうまいですねこれ初めて見た気がするあこれすごいうまいわあいつか使おう、ね、だけどこれじゃ分からないよねでここでもいまいち分からんここよね宗像台車がありますからあこれで沖ノ島になるあこれいい問題だえー、っと だからと、棟、え、方、ー、大社、古代の信仰、ね、ここですね、沖ノ島。我が地元、福岡の,、ね、この海の正倉ですよ、まさに。棟方大社、沖ノ島。まあ、一応、鹿の島は金ですからね。鹿の島は金ですからね。これね金えー、9ページ。いいですね。はい。よし。次、十1番。えー、あいうえ、あいうえ、あいうえの問題。資料に、これか。 なんだこれ初心本回収よう知らんけど。ああ。ね。うん、誰書いとんかこれこ本願寺書いとんです。本願寺。お寺でしょ。ここ大事よね。ここ大事。で、はい。えー、はい。浄土真宗では本寺衰弱説を肯定していたと考えられる。ここ見て、しょっぱな。それ、ブッダは神明の本寺。神明はブッダの衰弱。ね。だからこれまず、本寺衰弱説が、 理解的な話にならないよ、ね、どういうことですかもともと神様がありましたと日本にはね,ねアニミズムからの仏教入ってきましたと、ね、でどうなったかとまあまあちゃんぽんなっていくけども本に衰落説とは簡単にとこうですからこれ本に衰落説黒本では、えー、23ページこう書いてますねこれこれですこれなぜこうなったかとあ,あ これですよ国空文化ですよ。マッポウ思想、この世を終わる、極楽連れて行ってくれるのは、阿弥陀如来ですからね、阿弥陀如来ですから。それはご利益あるわけでしょう。こうなるよ、こうなるよ。ねつうこと。で、これ、仏なんやからね、お寺だから。ブッダは神明の仮の姿。ブッダは神明、まあ、つまり神の仮の姿。ブッダ、どこで出てくる でもこれかブッダは本ち書いてるよね本なんですよおま本体は本体神様の本体、うんねえー、本体は仏様仮の姿は神様ちゅ、ね、うことで、はい、皇帝、まあ、この通りですよ仮じゃないよ本だから本だからね本だから仮じゃないちょ、えー、うこと 本日衰弱説、理解してください、これで、これで理解。で、浄土教、マッポスとつなげられたらなおよし、なおよしいい。はい、上、神明とブッダは共に民主を救済すると捉えている。筆者はブッダより神明の危惧を進めていると考える。いやいやの仏書いて、仏さ坊さんですからね、それはこおかしいやろ。うん。ねで たたに五行ですからね、武田という表となり裏となりて、まあまあ、基本、神仏集合ですからね、互いに利益を施し、衰弱といい本事といい、言、えー、となりて、なんだ、仮の姿ですか、身となりて、共に再度をいたす再度とは、救済してくれる、共に救済してくれると、ああね、やっぱこれをね、救済してくれる、これは、ね、言ってない。 まあ言っとっちゃ言っとか。ブッダにキスベシとか、ね。ブッダにキスベシやから。もうはっきり書いとんね。ツはい。えー、答えは、えー、あと、ねえー、あとうか。答えは1番。うん。いやー、ここの問題や。ここの問題。ただ、本に衰弱説はしっかり理解してから知識として。いいですかはい、次12番。えー、兄さん、また資料問題。資料問題、めんどくさいっちゃんね。 誤っているもの古墳時代はうん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  C423 これなよねこれなよね23ねまあうんうんうんこれ何アニミズムやろアニミズム8ページは、ね、これ5点セットですかね五点セットいいさっき道具が出てきたけど5点セット いいはい、でえ奈良時代は神宮寺建てられたりえこれ神仏集合奈良時代、うんまあ、奈良時代から始まる,始まる、えー、僕はねこの神,仏、えー、っと神仏集合この平安初期公認上下のとこに時にことこに書いてます、うん、ここで広まっていくと、ね、で具体例が神様と仏様くちゃんぽんにする「神前土教創業八幡神神,神宮寺」ね、ああ本なんですよこんなん。 はい、これいいんじゃないかな、僕はこっち派ですね。で、3番、えー、うんうんうん、密教、密教、ね、同時に密教ですよ、空海最長ですから、公認上が平安入って、なんと六種はもう時代遅れですからね、えー、山荘、山荘と呼ばれた真言衆、山ですからね、次、呪文を吐き取るわけでしょ、これ、真言衆の言葉ですか、山と呪文って。ね うんね、これがやけ、ね、これ3層やもんね3、ね、門派じゃないよねこれねあまあまあここ,ここですよこれこのねええ最初なきあとのこの、まあ、分裂あ天台宗の、ね、まあこれ自問派がはっきり書いておるけこの自問派であ天台宗だと分かればいいね,ね終わり×、うん、山はこれ山といえば山芳師 出てきたでしょ陰性山芳氏、ね。これに対して豪奏ですからね、ねあこの比叡山の延暦寺の宗平に対して対抗して、ね、豪奏に対抗してほ、北面の武士、18ページね。はい、×4 枚一応、鎌倉時代末包総進と念仏から、ねまあえー、鎌倉イノベーションが起きるわけよね。浄土宗、浄土真宗ってってね、自衆、日蓮で臨済相当 はい3番、よし次。B ですか。うん、で、うん、また資料問題。じゃあ、資料4から。まあ、こうなるんでしょうね、きっとね、共通テスト。まあ、進化点のやつも。ああいうえ、うん。伊勢神宮、これね、ゲ宮じゃないですよ。下、ね、宮なんですよ、これ下宮。二頃ないんですね。グ 内宮じゃないんですよ。内宮なんですよ、これは、ね。濁らないんですよ。うんえー、ということで、えー、この外宮は天照大神を祀っていたと考えられる、もうむしかないよね。外宮やね、外宮やね。豊受の皇太子審官、皇太子、雨の源家主、古事記、一番最初に出てくる神様です。何気に、うん。内宮は天使の装備あこ、はい、会話も大事ですよ。 伊藤君言ってる、伊勢神の外宮は豊受家の狼、大神を祀っている。ね,ねでこの資料では別のこと、まあまあまあ、雨の源なかるし、まあ、どちらにしても、アマテラスではない。ない。アマテラスはこれ内宮なんですよ。外宮ではない。はい、×、えー。伊勢神宮への参詣者の中には、参詣者、手形を持たない。 ああ抜け抜けですね。抜け抜けここ。これは読まないとダメですよ、会話を。抜け抜けに行くのはどういう意味か、これじゃ分からないよね。ねにょにょにょに抜けまり、おかげ年には抜けまり、つまり、許可を得ずに、ね、えー、参詣できる。あるいは、この手形をなしに、ね、参詣できる。不利になるんですよ、結構、緩くなって。ね、えー、このおかげまりのときはね。ね おかげ参りは、黒本ではどこかというと、江戸時代、えー、っと55ページ、えー、おかげまいり、ここですね。は、う、や、ん、る、はやる。この時は、手堅い、抜けまいり。多めに見られた。<laughs> そういうことよ。はい、だから、まあ、これは、あが消える、まあ、あるいは、いを選ぶ、どっちでもいい。うん、次、上、ナイクル・ゲク方が三詣者多かった。 ここよね内宮は天使の装備をなれば、つまり天皇の、ね、祖先神ですから、天照は。初人の参り、ね、えー、参り、もうべきですかね。うん、ところには、あらずと、パンピは行けないと、パンピは。ち、う、ゅ、ん、うことは、外宮の方が大きいよと考えられますよね。ね内宮はパンピ行けないんだから。伊勢神宮、つまり、おかげ参りのブームは100年ごと。 これやね60年60年おかげまいりおかげまいりだって60年ごとにやってくるやってくるうん罰、えー、やった、ね、えー、っちうことでえー、っと13番は答えはやけえー「い」と「う」「い」と「う」やね「あ」「絵が罰やからねはい,い,いよしでは14ですねうんまあ だけさっきの、まあ、13はまあ資料を見ればなんとかなるけど、ここはやっぱりもう、高2にはちょっと厳しいですね。まあ、一応いきますよ。えー、1番、正しいものを選べですね、はい。日本橋を起点として、はい、五街道、日本橋、五街道、これ、地識ですね。江戸のこのね、えー、幹線というかね、メインルートですね。交通網。えっ、ー、と、48ページ、うんまあ、こう貼ってますけど、僕。 道中心に五街道ですね、五街道。五、う、街、んね、道は、はい、東海道新幹線、中線のリニア、甲州道中、日光道中、欧州道中、ね、これ五街道。ということはあ、ね、この、なんですか、北国街道、これは五街道ではない、ないえー、これは脇街道ですね。主要幹線じゃなくて、まあ その次ぐらい、2番手ぐらいな感じやね、ルートとしては。いいですかということで、×です、×、えー。北国街道は五街道ではない。次、2番。えーうん、ちょっと銀貨関越通報。あ、失礼、戦火ですね。戦貨関越通報。うんうんうん。うん、バックの。まあね、パンピーはやっぱ関越通報ですよ。銭ですね。金銀はそんなパンピーはなかなかね、触れる機会ない。うん、関越通報ですね。関越でしょ、関越 ね、歓迎といえば、ね、えー、これが、ねえー、三大将軍こ、家光ちゃんの言語だと、これは知っとかないといけないんですよ。今はまだいいですけど、うんね、歓迎の武家書はと。ということは16、1630、うんね、年前後やから、17世紀やろう。見てください、18世紀、罰です。知識です、罰。時期は違う。はい、次、3番、えー、19世紀前半には、菱川物の血原く、錦絵。 どれも大事ですね。錦、う、絵、ん、っていうのはね、カラーコピーです。カラーコピー。えー、っと、54ページ。錦絵、カラーコピー。火星です。ちこと千1800。原、ね、録は17 1700。七百もうざっくりです。ざっくりで。原録1700。うん、でも火星やけん、はい錦絵、うん、カラーコピーね。で、写楽、投資者た写楽の大首 えー、クローズアップ、東部、これを、ね、大首へという、これは歌丸ですけどね、うん。で、この菱川諸信は、見返り美人ね、51ページ、51ページ。いいね、えー、っと、菱川諸信、これ、火星文化なんですよ。ああ、失礼,失礼、元禄文化いや、1700年、1700年ここが違うんですよ。これ、火星文化ですから、19世紀前半は。バッツ うんはい、残ったこれね、4番と。消去法あ。まあ一応、行進行。まあ、いろんな集まりがあるんですよあ、ねえー。庶民の娯楽ですね。行進行はね、かい,いと。60日に1回ね、集まるんですよ。行進行中。まあまあまあ。民間進行中か。まあまあまあ。ねえー、息抜きみたいな感じよね、庶民の。徹夜で騒ぐと。はい、えー。55ページね。いいということで、よし。一応17までいこうか。17で。 一回区切りにしましょう。大門さんですね、大門さ。で、これが古代ですね、古代。うん、だから解,かない解けなくてはいけないってことね、公にも。ここは言い訳なりませんよ。はい、一緒にやっていきましょう。こう来てこう、まあ、戦乱、えー、祝い、我が地元の福岡の英雄、祝い、白木と組んだ、人心の乱ああああ兄弟喧嘩カ、まあ、天智天皇の光景めぐるバトルですね。アンナの辺でラスト足し配石 これどれも大事ですよ、大事。ではい、15番、誤っているもの以降、1番、6世紀、地方豪族、うんうんうん、この祝いのなんですよ。黒本ではどこかというと、ねはい、10ページです、飛鳥時代、ここでですね、携帯天皇の時き、祝い反乱を起こす。これを鎮圧して、ね、この大和、ね、王権が、まあ、つまり天皇ね、あこれが、このね、支配領域を九州に引る えー、九州を支配していく、うん、九州支配を強化していくそんな感じだねああいいですかで直轄領三宅置きますかねほらもうね三宅ねえ大きみの直轄ですからねそういうことですよはいチじゃないね次に2番いこう7世紀後半以降天皇の神格化うんね人心のなここで バトルなんだけど、ねまあ、天武天皇、あの大天が勝ちますからね、こっち、小豪族ついとったんですよ。大豪族ついとった大友が負けたんですよ。だから天皇の権力、強大化しますよ。ね、あこの古株がいなくなるわけですから。神格化,化されるということよね。はいえー、だから、2番はあ、それによって中央集権化進む。その通り、その通り。次、3番。 えー、天武系の天皇が皇位を継承し続ける8世紀15700年代やから、まあ、奈良時代ですね。うん。どうですか例えば、漢武天皇、泣くよ、うぐいす、平安京。泣くよ、うぐいす、平安京。これ、武天皇ね。これ、8世紀ですね。8世紀末やね漢武天皇、どうでした ?14 ページ。漢武天皇、う。父ちゃんは、奈良時代最後ね。 公認天皇の意義はこれめっちゃ大事でしょ皇統が天向けから天治家に変わったんですよ。うん。これ、13ページね。ということは、もうこの時点で、ね、天治家に変わっているから、継承し続ける8世紀、ちがちはもう8世紀末にはね、ね、えー、切り替わっとく。罰罰誤ったの探せか。あ、これや。 番一応10番、いや4番ね、10世紀後半、ホッケーには大、消滅した、うん。で、このアンナの辺が、969も割と覚えやすい。ラストタッチ排斥、15ページですね。以後、石棺上地。しかし、バトルは続きますよ。で、これ以後は、宇治の長者をめぐる藤原一族の争いに変わりますからね、宇治の長者。ああ一族の争いに変わっていく。ライバルはいなくなったけど、いいですか。 バトルは続く。はい。答え3番ですね。番。よし。16番。並び替え。いきましょう。はい。1番。トウ・コークリー攻撃ー。ヌタリーバフネかここで限定しなぅぅ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 番。代、うん、のもとに下派遣。これ、遣隋使や。遣隋使。煬代。衝突舞台師やね。3番。水木。ちょこと白村江の後ですね。 これなんとなく、まあ、飛鳥時代やけど、うん、意外と、うん、結構ね何、えーうん、ていうかざっくりした長引きじゃないですよ飛鳥時代なんやけ結構細かい感じやけど、うん、まず「ヌタリ岩船は、ね」は11ページですね全部ね高徳天皇なんですよだけ大化の返し一子の変からの返しのみことのりでここで東北にも派兵しとる「ヌタリ岩船、まあ」新潟やけどねあ高徳天皇 次、二番。煬帝は、これはもう遣隋使だからね。あ,あ、まあ、水湖天の聖徳太子ですね。いいね。ね。で、えー、水木朝鮮式山次は白尊、白村江、白村江の後、ねこの、ね、党の侵攻に備えて、えっ、ー、と水木、こうですね。朝鮮式山次ここですよ。はい、出た、えー。まず、聖徳太子、二番。で、次、こう、ね、得点の、貸してみるとともに。 で、えー、展示での白村高校ですから、2、1、3。ね、2、1、3やから答え3番。ね、OK?2、OK、1、3。大丈夫ね。よし。はい、次。前半ラスト。17番。はあ、資料問題もとにかく資料やね。えー、一応2箇所空欄補助ですかあ、資料1によれば、あの鋳造は、うんうんうん、不温泉が和道かいちゃんこれ読まなくても、平城京やからね。 不本線は天武天皇ですから11ページね人心の乱勝ってねうるさいやつらおらんくなって大豪族兄弟かお金作る不本線天武天皇消えた消えた A 消えたやけーこの時点でもうこうね,こうねさあ C で C でうんええ天皇みこにこれかうん これだけね、あの、和道家賃っていうのは、あの、バイト代ですから、平常教の増営の。セットで押さえた方が13ページ。和道家賃は、平常教増営の費用に充てるため。つまり、バイト代ですよ。バイト代。米やなくても、バイト代はお金払うと。うん、でもなかなかまだ広まりませんけども。一応そういうこと。け平常教同と和道家賃はセットです。はい。えー、これはもう読むしかないね。平常教の違ウントにふさわしい。これ読めばいい。 資金とにかない。った。詩人。清流、朱雀、琵虎玄武。うん、どうでもいいですけど、これ、虎なんですよ、ね。最初の黒本、龍なんですよ。問題集、朱雀なんですよ。もう法語だけど。いずれ最後ね、こ玄武、玄武出したら、詩人、そうなんですよ。これ人生の目標です。詩人を揃えるっていうのは。いいですかはい。戻ります。えー、だから。 うん、いい近いてい、いい、いい、い,いんですよ、風水的に、素晴らしい。ねえー、ふさわしい位置やと、ね。とてもパワースポットなんですよ、平城京。まあ、大体しちゃんやっぱ平安京で出てくるんだけど、平城京もそう、藤原京もそうですよ。という立つべしと素晴らしいからね。ね、う、い、ん、かなっとるとか、もう素晴らしい近いってないですかこれ。読んで。うん。えー、で、すぐに関東の造園に着手する方針。うん ここ見て、ここ。18見たら、秋の収穫を待って、道や橋を作れと、ね。秋の収穫を待って。ああ。だけど、やっぱすぐには×ですね。うん、答えだけ BC か。BC。答えは3番。ですね。よっしゃ。はい。一応、前半ここまでにします。